さあ、毎週月曜のこの時間はこの学校のウトラサーバーにある秘密の研究室からパフューム研究員が登場。まさかの志村けん。パフュームのアニバーサリープロジェクトの一環として開催されたパフューム展、実はその裏でこっそりとパフュームロックス展が開催されていたらしいんですけれども、今回そのパフュームロックス展を研究していきます。パフュームロックス、しかも志村けんさんとの対談再放送あるらしいんだよね、確か水曜日に、うん、よろしく。パフュームロックス、サーリン、パフューム。ラジオネームカラフルタコさんからの依頼、パフュームロックス展が開催されたらどんなものが展示されるのかを研究せよ。パフュームのアニバーサリープロジェクトの一環としてタワーレコードさんでパフューム展が開催されていました。はい、嬉しかった。前編後編と分けて、はい、いろいろやってまして、ね、新しい技術取り入れて、うん、そうだね、その場に私たちがいるかのようなガイダンス、うんうん、そうそうそう、バーチャルなやつね、もう面白かったね、あれ面白かった、ドキドキしちゃった、うん、校長も言ってくれたみたいで、うん、嬉しい、ありがとうございます。それでだ、あの、実は誰にも告知してなかったんですけど、うん、その裏でこっそりとパフュームロックス展も開催されていたんです。え、うん、ほん、え、嘘、え、本当？あ、そうなんです。え、なんで告知せんかったん？じゃあパフュームロックス展回してみましょうか。え、嘘、え、はい、あの、こちらになります。今やってるんだ。はい、どうぞ。え、どっちがガイドしてくれて、はい、あ、そう、嘘くさいな。え、こちらがパフュームロックス展の展示物になります。え、何あるんだろう。右からカシウカばあさん初回、え、続きまして気になる DJ、 なんだそれ。そして気になるピジョン、ピジョン、え、そしてこちらがメカノッチで、こちら会話泥棒ノッチ三世、その隣がロマンノチストで、一番端が3年 B 組のちお先生となっております。すごいラインナップじゃん。え、いいのこれノッチ。なんか後半のノッチ大丈夫かなって心配ね。これ OK 出したんだ。まだ、あの、私もちょっと確認はしてないんですが確認なしでもう掲載、はい、指名していただけたら。あ、なるほどね、これを指名するんですね。じゃあやっぱ会話泥棒のっち完成ですかね、やっぱり気になるよね。どんなだったかって何年前の、うん、これやっぱ聞きたい。これね、聞いてみようか。はい、何の話してたんだっけ。なんだっけ。あ、夏だよ。あ、そうだそうだ、夏といえば、うん、そうだ、夏といえばなんだろうな。やっぱね、ツアー。そうだね。あ、そうだね。今年はね、ね、夏とは、今年の夏はもうツアーだけだね、本当に。ツアーね。来た。来た。ってさ、体力いるよね。体力大丈夫？あ、大丈夫。大丈夫。大丈夫？頑張って頑張って。もう体力がなくってなくって、階段上がるのがきつい。ルパンザサードで言ってるやん。そこまでないか。ここの半蔵門じゃない？ルパンって言ってる。半蔵門の電車降りてからホームから、すっごい地上まで長いですよ。あれ、もう、あの、階段がとても辛い。あれ、長いですよ。いや、まとめたやん。音でまとめたね。やばー。こんなのあったんだ。こちら、会話泥棒のっち3世ということで。でも泥棒してましたね。してましたね。普通に。ツアーの話かと思いきや、体力の話になった。うまい。うまいじゃないの。上手。上手じゃない。私気になるのさ、うん、気になるピジョンって何だったかなって。あ、気になる。気になる関係のものは、うん、気になる姫筆頭にあったと思うんだけど、うん、でもピジョン、気になるピジョン覚えてないね。内容覚えてないんだよ。これ聞いてみますか、うん、東京都15歳ボンテン丸のコマゴから名前でかかるビニール袋をガッサガサするとハトがたくさん寄ってきます。それはいらんの。逆にやらなくいい方向に持ってたんだ。なるほどね。あ、これでびっくりするだろうと思ってやったら寄ってきちゃうよっていう。どうですか、そのボタン押してみませんか。やったらいかんパターン。いかんパターンですよ。お、あれ、あれ、このシステムは一緒なんだね。ポイント制。あ、寄ってきた、寄ってきた。すごい、寄ってきてますよ、寄ってきちゃった。あ、いいですね。ボタンの音が聞こえないくらい寄ってきてます。あれか、あーちゃんが後に困ってる時期の話か。なんか公園みたいになってますよ、姫のベランダ。あの、ベランダに住み着いちゃったやつか。
ハトに、うんうん、困ってた困ってたからそれを解決するべくいろんなことを応募してきてくれたのにハトが寄ってくるやつ言ってきた困るのーっつってたねこれ懐かしいわ聞かなきゃ思い出さない、ね、これ全部聞きたいね、じゃあもう行っちゃっていいかなカシューカバーさん初回聞きたい行こう初回ってお願いしますあたひろひろみんじゃ帰れカシューカバーさんちょっと聞きたいことがあるんだけどいい？いいよ今日ねのちの床が汚れちゃったのどうしたらいいと思う？そういうのはささみはささみささみささみあ、たたみあ、たたみたたみはすが洗うんじゃすが洗えばいいんだわちゃんそうやそうや洗うって言ったのわちゃんは質問あるなんかちょっと最近いろいろ忙しくて夜があんまり寝つけないんですよ、そうそうそれはどうしたらいいんですかそういう時は、寒いして玉ねぎ玉ねぎ何で分かるんだよ言ってない言ってない玉ねぎ桜発つつらない玉ねぎよもういいっすやっせーな次なんですけどはい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 あの服にね醤油を今日こぼしたのやばいな醤油だよえタカタハクのタカタハタカタハクなタカタハクのいや、どんどん聞き取らなくなってるわと思ってたけど、初回からやばい。初回やばいね。初回やばい。マジやばい。何にもわかんなかった。2008年だって。7年前から衰えてないね。滑舌良くなっちゃってる気がする、ばあちゃん。ほんで、なんであんた、玉ねぎ聞き取れちゃって。絶対わかってないのに。たまねぎみたいなやつ。進めたい、進めたいな、ほんとに。気持ちが。すごいな。他何かあります？やっぱロマンノチスト。ロマンノチスト。私これ知らないんだけど。知らないわけはない。嘘。知らないはずない。じゃあ聞いてみよう。わかった。わかった。その君たちのため息を僕が全部吸い込んであげる。ありがとう。ため息。ありがとう。ありがとう。すべてさ。それもすべてなんだよ。逆にさ、なんか話題振ってみない振ってみる話題振ってみようよ、ちょっと待って、何が広がるか全然私が入れてないことを気にしているのかい入れてなかったんだ入れてなかったんだけどなんかあの、ロマンノチストの割にちょっと迷いが感じられるそうだね、やっぱセリフに迷いが生きてないっていうかダメ出しされたよ涙を降らしてくれてるとかさそう、ちょっとね、表現してるんだよとかの方がね心のなんか涙を洗い流してくれてるんだよそうそうそう暮らしてくれてどういうことやみたいなね別にそんなちょっと満身状態があだよもうちょっと待ってちょっと待って君たちそんなことより今から星を見に行かないと星今あるいやそんなまだ星出てないかな星を見ればそんな悩みなんてぶっ飛ぶさやばいなこれやばいオンエアそれとんかいこれがより出てたんだこれやばいないやその即ダメ出し感もやばいねやばいね止まんなかったねこうしてみたらいや模索中面白い面白いねこれいろんなのあったの、ね、楽しいね楽しかった、 かったということで Perfume Rocks Station本日をもって閉館ですシュウカです。ロッチです。あーちゃんです。3人合わせて、パフュームです。よろしくお願いします。ふてねこ、せい、ゆう、オーディションの依頼が届いています。え？どこ？ん？え？ちょっと今、3人の頭の中、ハテナでいっぱいです。な。あ、これ、あれじゃん。ふてねこちゃん。出てきた。あ、芦沢宗とジョ。毎日ふて猫好評発売中って書いてあるね。本当だ。宣伝だ。宣伝だねこれ。もう本まで出しちゃうんだね。え、待って待って、オーディション受けるってこと？どうする？辞退する？え、辞退できるの？どうする？受ける？辞退するつもりじゃないかさ。ねえねえ。いいの？みたいな。あ、なしもありなんだよみたいな。辞退できるの？マジで。え？いやでもちょっとこれせっかく台本も今来てるし。
一旦やってみる、ね、やってみる。でもこれ全員猫だよね。そうだね。そっか、じゃあニャーって言うってことニャーなのかな。じゃあとりあえずやってみますか。毎日ふて猫よりずるい。ニャー、音楽のいいとこって一言で何だと思う？ニャー、楽しいとこかな。ニャー、気持ちが落ち着くとこ。ニャー、自分はどうなの？いや、そもそも音楽って一言で言えるものじゃないでしょ。いや。いや。ねえ、4コマ目セリフないから。これ何なの？絵のさ、表情をさ、今どうやって音で表せばいいかなって。二人であーちゃんの方を見て、いや。怖い。それがまさにこの絵だったよ、今。だって見たけどもさ、それでよかったの？面白い。じゃあ、もう一個言ってみようか。うん、続いて、毎日ふて猫より、湿気。にゃー、楽器に湿気は大敵だ。にゃー、確かに。にゃー、そんな時のために湿気取りを入れてあるんだ。パカ。ねえ、にゃあ、湿気僕が吸収しておきました。むしろ増えるんじゃ。カッ、これこういうのでいいやつなのかな？ふて猫ってど、あの性別何？まず。ふて猫ってどっち？ふて猫何匹いるの？もうちょい声どんなイメージ？どういう？ということで、ふて猫オーディションを受けてみましたが、私たちパフュームやっぱり辞退します。ダメです、合格です。え？辞退ダメです、合格。辞退ダメ。合格。無理やり。無理やり合格です。引っ張り上げるってこと？引っ張り上げます、私。じゃあ今から京都先生、アミューズの方に走っていただいて。はい、大きいな。相手が大きいな。ただ、これ黒くのシートとかでついてたら。これは嬉しいわ。8500円ぐらい出しても俺買っちゃうよ、これ。これは嬉しいわ。どうすか、これ。作者と生みの親として。めちゃくちゃうまいっすね。3人のこの。3人の声の使い分けがまず。天才的ですね。可愛らしいね、やっぱね。でしかもたまんないね。まあ、ふて猫ってニャーって言った後に、うん、まあ、そのね、日本語の言葉を、まあ、格好書きで入れてるんですけど、うん、そのニャーもちゃんと言ってくれてるし。あのニャーの感じね。いや、めっちゃ、あの、湿気取りのあのニュアンスよ。うん、うまいですなうまいですわ。あら、お気に入り、お気に入りびっくりしましたわ。社長さん、お気に入りで。ポテンシャルよ。うちの3人、よろしいですか？うちの3人なんですか？アミューズの方？よろしいですか、やっぱり。なんとかできませんか、本当に。あと、俺、パフューム展、シルエットアレコード、前編後編行かせてもらってんだけど、はいはいはい。パフュームロックス展もね、ちょっと行きたかった、知らなかったよ、これあるって。っていうかね、ここにね、紹介してなかった展示物あんだよね、これ。え？そんなのもあったんですか？ちょっと、あ、これだ！黄色いちょっと細長いボックスを、うん、ちょっとあの紐からの、うん、首かけて、用意しちょっと、はい、500円払います、はい。おお、そういうシステム。これボタン押せば多分聞けるはずかな。こっそり聞いちゃうかな。ちょっと聞いてよいしょ。グッピーって何ですか？グッピーって、じゃあ先生にとってのグッピーを教えてください。グッピーはな、最近あーちゃんが休み時間に言ってるヤッピーってあるじゃん。それ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 。それの、グッドな時に。それ違います。先生、グッピー知らないんですか？グッピー知らないって。グッピー。それはイヤッピーです。グッピーって。イヤッピー。あちゃん、ほら。先生、おかしい。はい、グッピー。みんなで言ってみましょう。せーの。グッピー。やる気ないの、歌詞の。廊下立て。だって先生、グッピーのこと知らないくせに知ったかぶりなんだもん。グッピーの先生だから、先生の言うグッピーがグッピーだ。先生、グッピーって何かですか？グッピーは何か？何かですか？何かって何？猫かみたいなことか？グッピーは魚だよ。魚か？先生、熱帯魚知らないの？あの、赤とか青とかのやつですか？い
やこれ3年組の千代先生だこれ何だったんですか今のだから多分2009年って書いてあるから6年前のやつだそんな前ノッチがだから相変わらずって良くないかもしれないけどキャラが定まってないからずっとふわふわこの時からしてたんだなやっぱなでも声は変わらないですねまたファミオロックス店ちょっとあったらなまた行きてえな聞きたいですよ、この500円払って聞けるやつも良かったなすごい黄色いやつ首からぶら下げるやつすごい丁寧に言う明日のこの時間は我が校の進路室の大王アレキサンドロス先生が登場アレキサンドロックス School of Rock